福音派、福音主義、福音派プロテスタントは、キリスト教のプロテスタントを、神学や信仰の姿勢によって、比較分類する際に用いられる用語である。米国、英国をはじめとする英語圏を中心として、自由主義神学に対抗して近現代に勃興した、聖書信仰を軸とする神学的、社会的に保守派のムーブメントを指す。福音派自身による簡潔な定義は、 福音に献身するものである。より詳細には、聖書は神の霊感によって書かれ、誤りない神の言葉であるという、聖書の従前霊感を信じるすべての教会と定義されている。この聖書信仰は、福音派全体の恵みの絆と呼ばれる。組織としては、世界福音同盟、日本福音同盟、日本プロテスタント聖書信仰同盟などが代表的であるが、 無所属単立の福音派協会も存在する。現在、世界的に福音派の教情として、広く認められているのは、ローザンヌ制約である。福音派の語源は、古代ギリシア語、イプシロンアルファガンマガンマラムダイオタニューすなわち福音である。形容詞の場合、福音的、福音主義的となり、名詞の場合、福音派、福音主義と訳される。 教会史と神学からは16世紀の宗教改革にルーツを持つカトリック主義に対する福音主義的福音主義者という呼称であるキリスト教プロテスタントにおける世界的な教派を超えた運動であり福音の本質はイエスキリストの食材を信じることとその恵みのみによる救いという教義であるという信念を持っている福音主義者は救いを得るためには 会心や神聖の経験が重要であること、神が人類に掲示したものとしての聖書の権威、そして福音伝道の重要性を信じている。この運動は18世紀から19世紀にかけてイギリスとアメリカで起きた大覚醒によって大きな盛り上がりを見せた。その後、長い間、主に英語圏で存在感を示してきた。その方が17世紀に遡り、 改革、長老派協会、イングランド国境界内のピューリタニズム、ルター派内の経験主義、フス派、最先例派、経験主義派などが合同したモラビア兄弟団、イングランド国境界の主催であったジョン・ウェス・レイによる、オランダ改革派協会内の非主流派であった、アルミニウス主義に実脚したメソジスト運動など、様々な教派的、進学的流れがその基礎となっている。特に、 ジョン・ウェスレーをはじめとする初期のメソジストたちは、第一次大覚醒の際に、この新しいムーブメントの火付け役となった。現在、福音派は、プロテスタントの多くの教派に存在し、また特定の教派に属さない、様々な単立教会も存在している。福音主義プロテスタントのリーダーや主要人物としては、ジョン・ウェスレー、ジョージ・ホワイト・フィールド、ジョナサン・エドワーズ、ビリー・グラハム、 ビル・ブライト、ハロルド・オッケンがジョン・ストット、マーティン・ロイド・ジョンズなどが挙げられる。2016年時点で世界の福音派は6億1900万人と推定されており、クリスチャンの4人に1人が福音派に分類されることになる。アメリカは世界で最も福音派の割合が大きい国である。アメリカの福音派は同国の人口の4分の1を占め、 唯一最大の宗教グループである。福音派は、プロテスタントのほぼ全ての教派に存在し、特に改革、長老派教会、バプテスト教会、ウェスレアン派、ペンテコステ派、カリスマ派の教会に多く見られる。歴史的源流の一つは信仰復興運動、第一次大覚醒にあり、神聖の協調、キャンプミーティングによる伝道活動、教派の枠を超えた。 運動であることなどの特徴が明白に継承されている。自覚的な改心の経験を持つ、申請した者のみが、真のキリスト教徒とし、伝統的主流派の神道信仰の冷めた形だけのキリスト教徒と規定する、信仰は、福音主義の父と呼ばれるジョージ・ホーイット・フィールドに見る、ことができる。また、ジョン・ウェスレイは、イングランド国教会の会員たちが、 半分だけしかクリスチャンでないと考えていたという。フリードリッシュ・ライアマハーから始まる自由主義神学に、こうして、福音主義同盟は1846年、旧過条から、なる、福音主義の信仰基準を確認した。また20世紀初頭には、キリスト教根本主義運動が起こった。さらに、第二次世界大戦後のプロテスタント界はリベラル派、エキュメニカル派と福音派に二分されている。 英国の学者、ディビット・ベビントンは、福音派は、四つの顕著な特徴によって、正当派と識別されるとしている。以上の諸定義が重複して用いられるため、簡潔な記述は困難であるとする考えもある。保守的あるいは、伝統的という語は、文脈によっては、礼拝、神学において保守的あるいは伝統的ではあっても、福音派と呼ばれるグループとは、 様々な点で見解をことにするものを指す場合に用いられることもあり、プロテスタント内で保守的あるいは伝統的と評される者がいたとしても、それがそのまま福音派と同義であるわけではない。また、保守的と伝統的は、時に対立概念にもなり得る。福音派について、しばしば形容される、保守的とは、多くの場合、伝統的という意味とは、相反して、 むしろ礼拝様式などの文化的要素に関しては、従来の教派に見られる伝統性を不順で、究極的なものとみなして否定し、簡素化、現代化する傾向が強い。米国に拠点を置くルター派の一派であるミズーリシノットやウィスコンシンシノットなどは、思想的には保守的で福音派と共通する面が多いが、礼拝様式などの面では改革派の影響を受けたドイツのルター派よりも、 伝統的であり、福音派のグループとは距離を置いている。また、抗議のプロテスタントともみなされうる、性交会のうち、アングロカトリックとも呼ばれる、ハイチャーチでは、ローマカトリックから受け継いだ、非常に伝統的な典礼様式を守っているが、進学的あるいは社会的な問題に対する、理解においては逆にリベラル傾向である場合もある。他方、 ハイチャーチの対義語でありプロテスタント的な要素が強い、ローチャーチと呼ばれるグループでは、その逆のケースもある。東方教会は、神学的枠組みや歴史が、西方教会とは多分に異なるため、福音派と自由主義神学といった、議論の軸そのものが存在せず、したがって、福音派もリベラル派も存在しない。西方教会で、福音派といった場合には、保守的、 地球的との表現と共に語られる場合もあるが、東方教会の文脈で用いられる保守派は福音派とは全く別系統の概念である。正教会は名実ともに伝統的であるとの言及がされることは、正教会内部からも多いが、この場合の伝統的が指す概念、観念は西方協会における福音派の保守的が指す概念とは全く次元が異なる。 アメリカ合衆国における福音派は有名な進化論論争や、また昨今は宗教右派とかなり重複していることで世界的に有名になっているが政治的立場は必ずしも右翼とは限らず、例えば共和党でもマーク・ハット・フィールドのような議員もいるし、メノナイトラ・アナバプテスト系共派やクエーカーのように歴史的平和協会の立場をとり、 聖書の指針は平和主義であると唱える教派も多い。福音派では、リベラル神学に基づくエキュメニカル運動に対抗する、福音派の組織の必要が訴えられていた。1959年には、エキュメニカル派と福音派が分かれて、日本プロテスタント100周年記念行事を実行し、聖書信仰の教会は、日本選挙100年記念聖書信仰運動を展開した。 翌年の1960年に日本プロテスタント聖書信仰同盟が成立し、日本福音同盟の三創立会員の一つとなった。こうしてエキメニカル派と福音派の分離が実現した。プロテスタントはエキメニカル派と福音派の二つに分かれ、日本ではその区別が特に明確だと言われており、日本キリスト教協議会系の日本キリスト教団等はエキメニズムであり、 福音主義的ではないとされる。ローマカトリックの宗教的包括主義やリベラルの宗教多元主義はニューエージ的な偶像崇拝と捉えられており、世界教会協議会の第7回総会で死者の霊を呼び出す儀式の実演がなされたこと等が指摘される。日本キリスト教団はエキュメニカル派として福音派から区別される。歴史的経緯と神学的立場の違いから、 日本キリスト教団の指導者と福音派の指導者の間には溝がある。宗教団体法により成立した日本キリスト教団に戦前から存在した福音派の教会の多くも統合され、教団は福音派も包含していたが、戦後の時点でほとんどの福音派の教会が日本キリスト教団を離脱した。 また戦時中の段階から、日本キリスト改革派協会の創立者、岡田稔牧師の巻き返する協会は、日本キリスト教団を脱出し、単立協会となった。日本キリスト教団内部には、教会派と社会派の対立があるが、福音派はこれに関わっていない。日本キリスト教団をはじめとするエキメニカルの諸教会は、社会派と教会派に分局化して行った。 それに対し、福音派一致と協力の道を歩んでいった。日本キリスト教団内の教会派自身は、社会派に対比して、社会的な取り組みより教会が、イエスキリストの十字架と復活によって示された神の、愛による人間の罪からの救いを生活、態度、言葉によって伝える伝道によって社会に、積極的に出ていくことを重視する教会、関係者と自己定義するが、 教会派の聖書館は、上村正久、高倉徳太郎の線にあり、教会派と福音派は聖書館が異なっている。この態度は、神学や聖書学自体を否定するほど経験主義的な信仰姿勢とも定義される。もともと教会政治における、ローマ教皇からの独立を機として成立した聖公会は、ローマカトリック的な天礼を重んじる、ハイチャーチと、 福音主義的な侵学を重んじるローチャーチ、そしてそれらの中間的でリベラルな傾向のブロードチャーチが混在している。福音派の指導者、マーティン・ドイド・ジョーンズは英国福音同盟の会議において、リベラルと福音主義の混合した聖公会から福音的なクリスチャンが出てくるように呼びかけたが、イングランド国教会内部の福音派指導者、 ジョン・ストットが反対したために英国では福音派とリベラルエキュメニカル派の完全な分離が実現しなかった。これは日本と状況が異なっている。日本においてリベラルエキュメニカル派とみなされる教会は福音派の日本福音同盟に加盟することができない。一方でイングランド国教会の司祭、宣教師であるバークレー・バックストーンの殿堂により松江バンドが形成され、 日本イエス・キリスト教団やキリスト伝道隊といった日本福音同盟に加盟する清め派諸教団の母体となった。現在、聖公会内福音派の代表的な神学者はアリスター・マクグラスである。福音派の学生会であるキリスト社学生会とエキュメニカル派のキリスト教青年会について記述する。日本では、早稲田大学の学生だった小山霊二によって設立された時から、 KGK と YMCA は分かれていたが、各国では、福音派の学生会と YMCA が分裂している。また、KGK が創立された和世田以外の大学では、日本でも YWCA と分裂したところもある。フィンランドでは、KFS が1967年に分裂した。これは、聖書信仰に立つ、福音派と、ヒューマニズムに立つリベラル神学の戦いであったと、 言われる。2011年現在、全世界のキリスト教徒のうち13.1%が福音派である。2018年現在、アメリカ合衆国の全人口の22.5%が福音派であり、カトリックや特定の宗教を信仰しない人たちと同じぐらいの割合である。ありがとうございます。